これが購入したアマゾンで購入した IO データの49インチということで、値段は5万9800円ですね。3年保証と言っております。それで私がこれを購入した大きな理由っていうのはこの仕様の中で、とても気に入った部分があるんですが、その仕様をちょっと見せますね。これですね、端子 HDMI が3つついてるということと、ディスプレイポートが1つあって、このディスプレイポートっていうのは 4K のことを意味してるんですね。かつこのアナログの RBG1 という、これがとってもいいんですよね、このアナログのこれが。私も XP の Windows の XP をまだ使い続けておりますけれども、その中のやってみますけれども、イラストレーターというのが使えると。それからヘッドホン端子とスピーカー付きですね。これはとってもグーですよ。で、HDR というのはこれは 4K ですね、広がる色の 4K の、これがパネル表示できますよということでございますので、その点私も気に入って、この値段でね、5万9800円で49インチでこれが揃ってるということで、本当は55インチが欲しかったんですけれども、ちょっと値段的にはこちらの方がいいかなと思って購入しました。 IO データの EX4K49 に 4K 対応49型ワイド液晶ディスプレイを購入いたしました。まあ、6万弱、5万9800円くらいだったかな。そういう値段で買うことができました。それで、今日は開封ということで、やりますけれども、こちらの、これがね、昨日、組んだんですけれども、台座が、テレビの台だということで、これにくっつけるためにどうやればくっつくか、その辺も合わせてやっていきたいと思います。開封ということで、テレビをこちらの台、この台の上に乗せて、それで、こちらのこのテレビの後ろ側にこうくっつけるという、これをくっつけることによって、それじゃあ始めます。これがまあ、カッターナイフでここセロテープを切りました。で、次に、こちらの方をこう開けていきます。そしてこうですね。そうすると、はい、じゃーんですね、はい、で出てきましたのが、こういったのが出てきました。で、こっちからの IO データのマニュアルですね。このマニュアルとリモコン、本当やっぱり石川県の地元で作られているっていう感じがしますね。まあ調べてみないですけど、中国で作っているっていうことではないと思いますよ。私の感覚では国産で作られているんじゃないかと思います。リモコンとバッテリー、そして取扱説明書、当然取扱説明書は開けてやっていかないとまずいですよね。どういうふうにつけていくのかっていうのも書いてありますから。これは何だろう。電源コードと HDMI のケーブルも1本2本あります。なんとなく4K 対応の HDMI ケーブルのような感じがいたしますね。それと、これは、これとこれが2つあるんですね。これはどういったものなのか分かりませんけれども、一応開けてみます。で、このマニュアルですね。2人で、以上で用意設置するということですね。
これを開けてこう持っていくという感じでしょうかね。転倒対策をお勧めします。あ、もしこの平面のところで作ったら後ろ側に倒れないようにしようと、まあ、こちらの台車を作ればそれ必要なくなると思います。こっちかな、拡大されてた、拡大されてた、ああ、そっかこれは全体映像です。じゃあこれ出しちゃったっけどね、箱から出したところです。1で前が1、2、3、3つついていて、電源コードがここに入れるところがあると。それからこれがアナログね、このアナログが私も期待しているところなんです。XP の PC をこれで映すことができるということですね。音声入力、ヘッドホン、ちょっと一連間、USB のあれですね。通常使用不可。システム更新時に使用します。あ、なるほどね。そういうことが、いわゆるこっちのラグを使うにも、パソコンと接続して、つなぎなさいということですね。OK です。じゃあ、この重要なところを外します。そして、この2つにこうつけていくという形になると思います。じゃあシャッター切ってください。 OK です。で、このネジ穴がこれで合うか、これか、うん、これだね、これじゃない、3種類あるね。こうなってるわけね。それで、これでかまして、で、こちらのこれだね、こう見て合わせていくということで、じゃあこちらの方をこれね、こう持ってきて、何番目が一番いいのかな、この辺かな、この上か、上かのところ、このこれと1、2、3、4番目と、こっちかもこれがあるからな、ここにしてみるか、4番目ね。これでワッシャーをつけて、こう入れて、4番目にうん？ああ、これはあれだね、下まであれになっちゃってるから、かませろ、かませろって言ってるんだよこれを、これをかませれば、低くても大丈夫だから。これだとあかん。しかもこれを持ってきて、こうやって、でもこの下っ側にもかませんのかな。かませるとは書いてないからいいか。上か取ってる？今近くで取れるか？上からでしょ？深い。これ、うん。私がこうやるから見えないんだよね。角度を。角度変えればいいのか。うん、私見る角度ね。うん、そうするとこれは。あ、見えてる。
自分が覗き込むのに見えないと思ってるからそれが初めはみんなそう白こうやってこれはこうみんな同じだね。ちょっと1,2,3,4番目が一つあれだったな。これでここにかませんだよね。ここのところに引っ掛けるっていうか、うん、まだイメージ的にはわからないけど、で、4箇所止めました。それで多分引っ掛けりゃ OK なんだとは思うんだけれども、IO データの方ではこの台座に取り付けるっていうことについては特に触れてないんですよね。こちらの、これをここにくっつけるっていうことは、なんとなくわかるんですけどもね、これで、これにかまして、つけますよっていう、こうかな、横になってる。これでこう立てるっていう、まあ、シンプルなスタンドということですけども、これらのネジはこちらにしか付いてません。ボンテック社の台座ですね、組み立てこちらの方にこう付いてるものだということですね。ワッシャーとか、まあ実際この4本使うだけであとは使わなくて OK という感じですよね。使う場所がないという。後ろからあれか、全体をこう回して、背面です。背面のところで、こことここですね、これと両脇テレビの止める場所はフレームがこことここしかありませんので、テレビはこことここ、ここ4箇所止めて、そして角度、このテレビのアングルを調整するということで、ここでアングルの調整は行いました。でこれらのネジは台座についているものを使用するということですので、テレビには一切このこういうものはありませんでした。テレビについてたのはこちらのこのフレームですね。ある意味じゃフレームもこうつけとけでも邪魔になるわな。使ったの以上です。でこれで完成です。今度は配線で、全部が映るかどうかですね。いいけど、これとこれが台座につけるときのネジのような感じがします。画面の方なんですけども、
購入したこれが一で、スイッチャーでもって、出してるブラックマジックの A10 ミニプロ ISO というこれですね。これでもって、スイッチャー使い切り替えて、やっていくということで、切り替えをするとこういうふうに切り替えられると。右側がプログラムですから出力画面になりますね。それでこの何ていうかこの緑色のところがねプレビューとしてもらえれば、これがグリーンのやつはプレビュー、左側に映ってるんですね。で、4が現在の出力してるやつで、4はこの Windows ですね、 Windows のやつが、でこっち側も Windows ですけれども、これがプレビューになってて、でこれで、オートっていうここですね、オートとカットがありますけれど、これでオートをかけていくとちょっと向こうの画面で、3が4にこう変わる。もう一回やりますね。こういうこのオートでもってやるとこうディゾルブがかかって、こういう感じで切り替わるということですね。それから こちらが FTB ってあるのが、これはフェードトゥブラックっつって、こう向こうの画面見てもらうと分かりますけど、こうふわーっと黒くなるってことですね。ふわーっと、もうこの辺がこのスイッチャーを切り替えて、実際、表示していくということになるかと思います。で次にですね、今回ソニーのなんていうか2チャンネルにして、これを入れて、ビデオの映し出すことのできるビデオデッキですよね。ビデオデッキを直接つないで、映像を見ることができると。1年前で接続すれば全部できるということですけども、で1年前の後ろから見たら 4K60p まで画像を映し出すことができるということで、機能的にはいいなと思っています。それで、最後に、いいでしょう。今でも使ってるということを皆さん方に、XP でもね、ネットに繋がなければ問題なくできるということなんですよ。私は当然このアドビは当時はなんていうかマッキントッシュとそれから Windows というのは別々に販売されて、私は両方買ってると思いますよ。そのアドビの今毎月サブスクリプションになっちゃって、あれになってますけれども、当時はそういうことは非常にこう厳格でしたから、ソフトを買わないと全然仕事ができないということで、苦しい思いをした経験がございます。こちらのマシンがそのバイオの当時の、結構高かったですよ。これは R というタイプですけれどもね、今でもこのアドビのイラストレーター、これでもって使ってるっていうお話です。以上、このスイッチャーとこちらのビデオデッキ、ビデオデッキで映像を流せる、そしてアナログタイプ RGB のアナログタイプのパソコンをつないで、仕事ができると。学校関係でね、ライブ配信とか
そういうところで、こういったものが映し出せれば、私としては本物だなと思います。以上です。ありがとうございました。